2016年4月25日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第8623話、昔の SF 小説にハマってた。去年の今頃の話だが、その頃俺は、昔の SF 小説にハマってた。ノリが良くて完全凶悪なところが、何かスカッとして面白くて、復刻版の文庫を買ってきては読んでいた。ある晩、本を読みながら眠ってしまった俺は、ふと気配を感じて目を覚ました。部屋の隅に人がいた。30過ぎくらいの女で、夏なのにセーターと長くて分厚いスカート、壁にもたれて座り、本を読んでいる。ものすごく驚いたが、寝ぼけているせいか不思議と怖くなかった。おばさんだが、よく見ると前に見た。アメリ。って映画の主人公に似ていて結構見られる。なんとなくぼーっと見ていると、女がこっちを向いて笑った。こういうの好きなら〇〇に聞いてごらん。まだあるから、そう言って、持ってた本をこちらに見せた。寝る前に読んでた。スペースオペラ。だった。そこで目が覚めた。朝になってた。変な夢だなぁと思ったが、部屋の隅を見てびっくりした。俺の SF 本が数冊重ねて置いてあった。そして、一番上に寝る直前まで読んでた本がきちんと置いてあった。マジかよ、としばらく頭を抱えたが、ふと気になった。女が言っていた〇〇って誰だ？俺の周りで〇〇って名前は父親だけだ。他に思い当たる相手もいないし、早速仕事から帰ってきたら聞いてみた。一応夕べの文庫本と、姉から、アメリ、の DVD も借りておいた。最初父は、お前大丈夫か？という顔をしていたが、ほんと DVD を見た途端に態度が変わった。姉ちゃんかそういやもうじき本だったな。よし、今度の休み墓参りに行くぞ。お前も来いよ。その姉ちゃんは、正確には父のいとこだったそうだ。父より10歳近く年上で、よく面倒を見てもらったらしい。何か変わった人で、ほんと香水と古い香水瓶が大好きで、35で死ぬまで独身だったそうだ。だけどすごく優しくて、父も周りの人にも好かれていたそうだ。母とも仲が良かったらしく、そういえば何か話を聞いた覚えもある。母が宝物にして飾ってある瓶のコレクションが、その人の形見だったとか、絶版品で貴重品とか言ってて、昔姉が勝手に触って怒られていた。なんで俺のとこに出てきたんだろう？と聞くと父は、嬉しかったんだろ。姉ちゃんこういう話好きだったからな。それから休みになって父の実家に行くと、父の言葉通りに物置からどっさり本が出てきた。その中に昔の早丸は SF 文庫の初版も山ほど混ざってた。俺の読んでた本もそこにあった。時々、この人が生きててくれたら、今頃どんな本を読んでたのかと考える。ネットで見つけた怖い話。第8624話、最終兵器王さん。大学時代にすごい人がいた。仮に王さんとしておくが、王さん自身は小柄で線の細い普通の女性なのだ。だが彼女の影のあだ名は、最終兵器。その由来には、いくつかのエピソードがある。王さんは高校時代にコンビニでバイトをしていた。そのコンビニは、幽霊が出る。と噂され、多数の目撃情報もあり、夜間ハマったくらい客がなかった。だが王さんがバイトに入った途端、幽霊が一切現れなくなった。その功績。からか、王さんは他のバイトよりも多めに給料をもらっていた。王さんの友人が肝試しから帰ってからたびたび自室で男の幽霊を見るようになり、王さんに泣きついた。王さんが友人の部屋に一泊すると、幽霊が現れなくなった。不動産会社を経営するおじに頼まれて、マンションの一室で一晩過ごした王さん。翌日、おじから謝礼として大金を渡されて、自分がいた部屋が自殺者が出た部屋だと知らされた。旅行先で立ち寄ったお寺の住職が王さんを見るなり、あんたには友人さんがカゴとしてついとる。
と言われて、拝まれたという、オカルト絡みのトラブルの最終兵器王さん。だが彼女はその力を特に利用することもなく、現在は旅行会社の OL として普通に働いている。ネットで見つけた怖い話。第8625話、九州の実家にある日本人形。私の実家は九州の田舎にあります。120坪はある割と大きい家です。田舎の家には割と日本人形なんかがありますよね。私の家にもありました。そこで本題に戻るのですが、私が4歳の頃に不思議な夢を見たんです。家にある日本人形がどこまでも追いかけてくる。人形自体が動くのではなく、夢の中で私の行く先々に、ケースに入ったその人形か図体が待ち伏せたように置いてあるというものでした。私は、家族にその夢を話しました。家族のみんなは笑っていましたが、私は、その夢のあまりのリアリティさに、家に置いてある数体の日本人形が怖くて仕方ありませんでした。そんな夢も忘れかけていた頃、お風呂から上がった私は、思わず悲鳴を上げてしまいました。戸を開けると、目の前に日本人形が4、5体並んでいたのです。すぐに家族が駆けつけて、その場は異様な雰囲気になりました。その時は8歳年上の兄が、私が人形を怖がっているのを分かった上で面白半分でやったとのことでした。それから両親は、仕事の都合上共働きをするようになり、兄は仕事についてからは、正月などの決まった用事にしか家に寄りつかなくなり、私は、部活が終わってから10時頃まで、一人で過ごすことが多くなりました。その度に、私はいくつもの視線を感じるようになりました。今思えば、一人という恐怖が生み出した錯覚だったのかもしれませんが。そんな日々も過ぎていき、私が高校2年になる頃、父が不思議な行動をとるようになりました。父と母の寝室にある姿見に、布をかけ始めたのです。私は、おしゃれをしたい年頃というのもあり、よくその姿見を使っていたのですが、ある日、その姿見を使って身だしなみを整えて外出したとき、私は、姿見に布をかけるのを忘れてしまったのです。帰宅してから私は、父にひどく怒られました。その怒りは凄まじく、今まで見たことがないほどでした。私は、意を決して、なんでそんなに怒るのか？聞いてみました。父は答えました。視線を感じるんだ寝ているときも、夢の中でまで気分が悪くて仕方がない。鏡に反射して、人形の視線が向いてるような気がしてならない。私は、ゾッとしました。私以外にも視線を感じている人がいたからです。私は、その後、高校を卒業すると、進学のために実家を出ました。実家を出てからは、視線を感じることはなくなりました。その後、兄の家に遊びに行った時の話です。兄が、お前、あの家出てから、何か変わった風に感じたろ？と聞いてきたのです。私が、なんでそんなこと聞くの？と聞くと、兄は、お前目つけられてたからな、というのです。私は、もう気が気ではありませんでした。私は、兄に問い詰めました。全部話してわかるように説明して、と、兄は言いました。お前が小さい頃に見た夢は、俺も姉、も似たようなのを見ている。俺の時はかくれんぼ、A の時はだるまさんが転んだ、だったな。私は、ショックを受けました。私が当時その話をした時は、みんな笑っていたのに。さらに兄は続けました。今だから言うけど、風呂場の前に人形並べたのは、俺じゃないんだよ。あそこで俺がやったって言わなきゃ、大騒ぎになってただろうしな。まあ、そんなに気にすることじゃない。害はないしな。お前も一回ぐらいは親父に聞いたことがあるだろう？家の先祖は、芝っていう平家の落武者だったって話。で、ここからは多分お前が知らない話。お前が生まれた時には死んでた、ばあちゃんから聞いた話だ。
芝さんは落ち延びた後に、地域の人にかなり良くしてもらったんだと。で、芝さんはお礼に、周りの人の子供たちに学問みたいなこと教えたり、遊んであげたりしてたんだってさ。で、こっからは俺の想像な。多分芝さんがいろいろ教えてた子供たちの中で、早くに死んじゃった子たちが、遊んでほしくて、家系についてるんじゃないか、って思ってるんだ。兄の話は衝撃的だった。正直芝さん云々より、人形が一人でに動いたであろうことの方が、私には何倍も衝撃的だった。正直に言うと、今でも信じたくはない。なぜ兄は平気そうにしていられるんだろうか？それに一つ疑問が残る。もし兄の仮定が正しかったとしても、父が感じた視線は何だったのだろうか？父は子供の頃に、私たち兄弟のような体験はしたことがないという。兄の話では、矛盾が生じているような気がするのだ。それに父のあの怯えよう未だに実家の姿見には布がかけられているし、人形たちも健在だ。私は、何か良くないことが起こるのではと、心配が絶えない。ネットで見つけた怖い話。第8626話、弟と電話。10年くらい前、家の居間で家族みんなでテレビを見ていた。晩ご飯食べた後だから8時頃か。当時小学生だった弟が急に立ち上がり、電話に向かって歩き始めた。弟は自分から誰かに電話するようなことはまずなかったので、誰に電話するんだろう？と家族みんなでなんとなく弟の方に注意を向けていた。すると弟は、受話器を取ると番号も押さずに誰かと話し始めた。え？そうですか。はい。弟はそれだけ言って受話器を下ろし、こちらに向いた。おばあちゃんが死んだって、僕らは慌てたが、祖母のいる病院に念のために電話してみると、ついさっき、それも5分くらい前に息を引き取ったと告げられた。病院の事務員の方が驚いていた。これから電話差し上げようとしていたのにと、僕らは何がなんだかさっぱりわからず弟を問い詰めたが、奴はキョトンとしてこう言った。だって、電話が鳴ってたのに、誰も出ないから僕が出ただけなのに。もちろん僕らは誰も電話のベルなんて聞いてない。それで、誰からの電話だったのかと聞くと、わかんない。知らない女の人の声で、お前のおばあさんが死んだよ。って言われた。我が家ではそれ以来、弟が電話をかけようと立つたびにビビります。ネットで見つけた怖い話。第8627話、怖い部屋。私は、あるビジネスホテルで客室清掃のバイトをしているのですが、先日掃除した部屋がとても怖かった。その部屋はファミリーダブルという、ダブルベッドよりも幅が広い3人で寝ることができるベッドがある部屋で。名前の通り家族向けの部屋なのですが、その部屋の客は数日前から連泊しているようで、荷物が置いてあった。連泊の荷物類は触らないよう指導されている。シーツ替えや掃除機かけをしている時にふと気づいたのだが、部屋のすべての鏡が新聞紙で塞がれている。ドレッサー、姿見など、もしかして、とユニットバスに入ってみると、洗面所の鏡まで。しかも、新聞の記事に載っている誰かの顔写真には、さらに別の紙で見えないように塞がれている。あまりにも病的で気持ち悪く、さっさと掃除を終わらせ。先輩に、〇〇号室の部屋の鏡が全部塞がれていて気持ち悪かった。と報告したら、私あの部屋の客見たことあるけど、男二人女一人だった。家族ではないようだった。宗教的な感じがした。と言っていた。家族ではない男女三人が一つのベッドで寝るのも変だが、鏡を見てはならない宗教なんてあるのか？文字にしてみるとそんなに怖い話ではないですね。一人でその部屋を掃除しているとあまりにも気味が悪かったので。ネットで見つけた怖い話。第8628話、
深夜にタクシーに乗った。うまく話せるかわかりませんが、自分にとってはかなり怖かった話です。もう10年くらい前、私は、都内の某新聞社に勤めていました。仕事柄、帰宅が深夜に及ぶこともしばしばで、そういう時は契約しているタクシー会社に電話をかけてタクシーを呼んで帰るのが常でした。ある日、やはり仕事の終わりが12時を過ぎ、いつものようにタクシーを呼び乗り込みました。ところが、そのタクシー運転手の態度がとにかくひどいのです。行き先を告げても一言も返事しない、ドアをいきなり閉める。ラジオを大音量でガンガンかけて飛ばし、音量を下げてくれと頼んでも聞かない。そして運転が下手で乱暴で、普段なら帰宅までの車中でうとうとできるくらいなのに、その時は気分が悪くなるのを我慢しながら後部座席で踏ん張るというありさまでした。タクシーに乗る機会は多いけれど、こんなひどいタクシーに出会ったのは初めてだった。無線で呼ぶのだからどんな運転手が来てもおかしくはないけれど、それにしてもという感じでした。ようやく自宅マンションの前に車がついて、タクシーチケットに金額を書き入れて渡したけれど、やはり何の挨拶もなく、乱暴にドアが開けられました。自分も疲れて少々機嫌が良くなかったこともありますが、そこでブチッと切れて、黙って、お客様カード、はがき代のアンケート用紙で近代化センターに届くもの、お手につかみ取り、車を降りました。その日のうちに、お客様カード、にその日の状況と感想等こと細かに記入し、翌朝ポストに投函しました。それから1か月くらい経って、すっかりそのことを忘れていたある夜、またいつもと同じく職場からタクシーを呼び、到着した車に乗り込みました。とりあえず〇〇、町名、目指して行ってください。詳しい場所は近くなったら改めてお伝えしますから。と言い、運転手も一言はい、と答えました。暗いので運転手の表情や様子はわからない。妙に静かな車内でした。ところがなぜか車は〇〇町に入ってからも、私が説明するより先に自宅へとスルスル向かっていきます。変だなと思った時、運転手がバックミラーで私をチラチラ見ながら、お客さん私のこと、覚えていますか?と、低い抑えた声で話しかけるのです。え?お客さんセンターに私の苦情を言ったでしょう。それで私は、あの時の運転手だったことに気づきました。ちょうど自宅のマンション前に差し掛かり、車が止まりました。私は、ともかくも、ここで結構です。とタクシーチケットを渡しました。普通ならそこで後部座席ドアが開かれるはずなのに、開かない。と、運転手が私の方にいきなり身を乗り出してきました。お客さんのハガキで、私は、センターに送られて1週間絞られましたよ。近代化センターがかなり厳しい懲罰的な指導をすることは聞いていました。毎日、毎日お客さん、私は、ね私は、私は、運転手の声が震え、手もこちらに向けて震えています。まずい、やられる、と思った瞬間。どうも、すみませんでありました。運転手の絶叫とともにタクシーのドアがいきなり開き、私は、転げるように車から出ました。タクシーが走り去るのをその場で見届けて、ようやく自宅に入ってからも、しばらく冷や汗が止まらなかったのを今も覚えています。ネットで見つけた怖い話。第8629話、キノコ女子。この前カラオケに行った時、人から見来てる人を見かけた。体型は石塚さんなんだけど、逆に暗い、すごく猫背な女子。背景にキノコが浮かんでそうだった。案の定、周囲はざわついていた。自分たちも受付を済ませて部屋に入ろうとすると、その子が部屋にいる。店員さんに言って部屋から出てもらった。部屋から出てくときに、間違えてすいませんって謝ってくれるかと思ったら、無言で一別して去っていく怖い ORZ。気分を取り直して歌おうと思ったら、
キノコ女子の予約が残ってる、W&S の、世界中の誰よりきっと、だった。とりあえず消したら、消すごとにどんどん同じ曲が更新されていく。計13曲。何か呪いのようなものを感じた。世界中、ワワンズじゃないよな？中山美穂じゃなかったか？ 730。もともとワンズ。ワンズの CD にも入ってるし。734。答えてくれてありがとう。W&S 好きだったので余計へこみました。ちなみに最後の曲はエストリ。歌手不明。というのが単発で入ってて、何の意味があるんだろうと。意味はないんでしょうが、気になってます。ネットで見つけた怖い話。第8630話、我が家が心霊スポット扱いされて一部で盛り上がっている。相談すれいきなのかもわからんけど意見を聞かせてくれ。どうやら我が家が心霊スポット扱いされて一部で盛り上がっているようなんだが、それ心霊と違いますよとやんわり指摘してやるべきか、それとも夜な夜な訪れるワコードどもにうんざりしながらも放置して風化するのを待つべきか、お前らならどうしますか。なんで心霊と間違われるの？ 774。話すと長いんだが聞いてくれ。半分愚痴みたいなもんだ。我が家の敷地内にはちょっとした林があってその中に小屋を作ったんだ。林、イコール、小屋。B 道。で、数年前に台風の被害でちょっと外装がやられているんだけど、内装には問題ないからそのままにしているのね。そこへメルヘンなガーデンに憧れているおかんが何を思ったのか。甲子園球場のようなツタ？っていうのか知らんけど植物を植えて小屋に絡ませたのは、いいんだけど。秋っぽい性格のため、生やしっぱなしで手入れもしないもんだからもう汚いわけよ。で、小屋に曇りガラスの窓が B 道側と A 側についているんだ。これだけならただの放置されたボロ小屋で済むんだけど、服飾やってる姉ちゃんが、小屋の中にマネキンとか変な仮面みたいの置いてるですよ。それが我が家からの薄明かりと林の揺れ方次第でどうやら林の中に人がいるように見えるらしく、そこへおそらく我が家のワンコのクーンクーンいう声だと思うんだが女の泣き声が聞こえるらしく、さらには仕事に追われている姉ちゃんがボロボロの姿のまま真夜中に、我が家は小屋間をふらふらと行き来しているのが A 道側から目撃されたらしく、男に捨てられた女が自害した林だとか暴行されて死んだ女の怨霊がいるとかで、地元のワコードどもがちょいちょい見物しに来ては林の中に勝手に入って肝試しするわけですよ。林の周りに柵がなかったんで、一見我が家の敷地には見えないのがいかんのかと思って。柵作って注意書きを置いたら、それが余計に、ここマジヤバいんだ、みたいな煽りになってしまったようで、で、この先口の方が長くなるんでここでやめておくけど、心霊に間違われる理由は上記の通りなんだと思う。今ふと思ったんだが、779のような場合、警察呼んでも OK？ というか法的に罰することは可能？ちなみに役所の方にはすでに、柵作ったらどうですか？札つけたらどうですか？それでも入るなら見つけた時に注意したらどうですか？という大変ありがたい。アドバイスを頂戴しております。780。読んで OK、敷地内なら不法侵入。ただ、不法上等で侵入してきてるし、カップルの男なんかは見えで楽切れしたりすることもあるから、直接注意するのは避けた方が良いかもしれない。酒飲んだ高校生が事故とか怪我とか、バカがタバコ捨てて火事とか、そういう事態だってあり得るわけだし。調子づいた方の小屋への不法侵入だってあるかもしれない。カッコつけてライターを明かりにするバカも多いし。俺の知ってる空き家は、心霊スポットの噂が立ってしばらく後、不審火で消失した。ライターを明かりに侵入、物音にビビって。ライター放り出して逃走、火事になったと見られてる。役所じゃなくて警察に相談してみたらどうだろう。
パトロール増やしてくれるくらいはしてもらえると思う。781。不審火で消失。夏に花火やってぼや起こしたまま逃走した連中がいるんで。正直今めちゃくちゃ鳥肌立ったわ。おとんが防犯カメラとかセンサーつけようとか言ってるんだが、わら。それだと金がかかってしょうがないんで、やっぱり警察に通報する。我が家を心霊スポットとして紹介しているサイトへの対処も。とりあえず警察に頼んでみる。電波ってすれ違い相談になっているのにレストンでした。小屋を整理して、一般的な人間が日常的にここを使用している。雰囲気を出せばいいんでね。マネキンや仮面に可愛い柄のカバーをかぶせて、作業場を女性っぽくコーディネートしておけば。ここには何も出ないこと、居住者が普通に生活していることは示すことができる。肝試しするような輩に効くかどうかはわからんが、興ざめはすると思う。あとは立ち入り禁止の札に、女子高生が描くようなキャラでも描くとか。783。あとは立ち入り禁止の札に、女子高生が描くようなキャラでも描くとか。おとんの達筆な、私有地につき云々言う赤符で文字のがいかんかったのかな。ちょっと今からドラえもんでも描いてくる、わら。頼まずに、これこれ入ってきた。って確実だったら即通報しちゃえば、普通常識があれば、誰のものかわからない小屋なんか入らない。ドキュンにはそれくらいの制裁が必要。予定していたものと違うけどとりあえず札に心を込めたいを添えてきた。小屋には鍵が2つつけてあるんで簡単には侵入できないと思うけど、とりあえず表札みたいのつけてみた。785。常に監視できるわけでもないんで明日にでも警察に行こうかと思っていたんだが、様子見した方がいいんかな。ちょっと朝家族会議も開いてみる。お前らマジでありがとう。テンパってた自分かお真っ赤、わら。ネットで見つけた怖い話。第8631話、おせっかいな母親。実家の近所に超貧乏な母娘家庭があって、周りの人たちからちょっとはぶられてたんだ。でもうちの母親はおせっかいだから、たまに様子を見に行ったりしててさ、そのうち娘さんが体調を崩したとかいう話があって、しばらくしてうちの母親がまた様子を見に行ったんだけど、鍵がかかってて誰もいないらしい。で、うちの母親は心配になって、田舎もんだからできる所用なんだけど、庭に回って窓から覗いたらしい。そしたら布団が一組敷いてあるだけで誰も寝てないし、人の気配もしないから、入院してるんじゃないかって話になったわけ。入院してるならいっかって、すっかり忘れてたら、その年の夏休みに、そこの家に救急車やらパトカーやらが来てて大騒ぎになってんだ。何があったんだってビビってたら、うちの母親が通報者だったらしい。母から聞いた話によると、家で洗濯してたら小学生が叫びながらうちに来たらしい。何事かと思ったら、死体だ、死体だ、ミイラだ、と言っている。その小学生に連れられてきたのがその母娘んち、ガラスが割れてて、それは小学生がやったらしい。割れてる窓は鍵も開いてる。これも小学生の仕業。母が中に入るとものすごく臭い。で、見つけたのが布団の中で死んでる娘。布団は敷いてあるだけじゃなくて、ちゃんと娘が寝てた。ただ、娘がガリガリになってて、死因もガシ。布団に厚みがなかったから気づかなかっただけ。母が最後に覗いた時は、まだ生きてたかもしれなかったって母が泣いてた。ちなみに、その家の母親は行方不明。ネットで見つけた怖い話。第8632は、祖父に毒殺されかけていた。自分が身の祖父に毒殺されかけていたと知ったとき、これは怖いというか悲しいというか、ひたすらショックだった。266。詳しく、269。中学生のとき、やたら体調が悪くて入退院を繰り返した時期があった。
そんな中、ある日突然祖父が心筋梗塞で死んだ。葬式も終わり、家族で遺品を整理していたら金庫が出てきたんで、鍵を探して開けたら、いろいろな小物、書類とか生命保険の証書が出てきた。母が、あんたの名前が書いてある、と言ったので見たら、祖父が加入者で俺が受け取り人、ではなく、俺が加入者で祖父が受け取り人、になっていた。さらに金庫の中の遺品を見たら、俺に農薬を飲ませる計画を書いたメモが見つかった。正直めちゃくちゃショックだったぞ。271。お前の守護神がジジイに勝ったんだ。そんなジジイのことは忘れて爽やかに生きれ。何なら明日飲みに行こう。271。君の祖父は自分のように酔って、死んだんだろう。気分は悪いだろうが、それこそ、自業自得。だから、君は精一杯自分の人生を歩むべき。祖父のことは気分悪いだろうけれど、君は生き残ったんだから、誇りに思ってもいいと思うよ。思えないかもしれないかな。お前らサンクス。金に汚いと言われて親戚中から嫌われていた人だったけど、俺だけは仲良くしていただけに、狙いやすかったんじゃないかと思う。当時はしばらく人間不信になったけど、今はもう大丈夫だよ。他人の作った飯を食べるのに躊躇する癖は治らんけど、わら。今日のオカルトスレ、山を舞台にした怖い話ってある？24。山で会った男に食料を分けてもらいなんとか下山できたが、それは死神との魂の取引だったという話かい。月こもり。っていう SFC の話だけど地味に怖かったな。26。いぶり山。動画リンク。39。リンク。45。こういう話好き。無駄な客色もなくて良い感じ。49。わかるオチも相対したことない分、リアルな感じで良いね。71。日も暮れかけているのでこの小屋に泊まる腹を決めた。重いと開けると黄色い寝袋にくるまって先客が寝ている。こんばんは。声をかけたが返事はない。相当疲れて寝込んでいるんだろう。そう思った俺は、早々に夕食を済ませ、先客の隣に並んで眠りについた。翌朝、俺が小屋を出る時も寝袋は昨夜のままである。お先に、と声をかけて避難小屋を後に西山を下りかけた。途中まで来ると山岳救助隊らしき一団が登ってくる。俺は、聞いてみた。俺、事故があったんですか？昨日この先の岩場で滑落死亡事故があってね。これからその遺体を収容しに行くところだ。俺、遺体って、どこに？あんたは昨日どこに泊まったの？俺、この上の避難小屋ですけど。じゃ見てるはずだ。あそこに黄色い寝袋があっただろう？98。滑落した遺体を誰が山小屋に置いたのか。108。怖いのはそこじゃねえだろ、わら。117。でも山好きだとしたいと一晩とか普通なんじゃないの？142。じゃ見てるはずだ。あそこに黄色い寝袋があっただろう？ここで話が終わりならば、君は死体の入った寝袋の横で寝てたんだよ。ガオチでしょ。死体と一晩が太って言っても知らずに死体の横で寝てたってのは気持ち悪いと思う。139。実際にあった話、避難小屋での死体発見点末期。リンク。252。その亡くなっていた人と、その1、2週間前にその避難小屋で話をしたよ。どういうルートを取る予定なのか、話が曖昧で不自然さがあった。まあ新しいトレッキングシューズが印象に残っている。74。途中に小さい神社があって、そこで女が太い木に藁人形を売っててよっとした。友達と息を潜めて覗いていたら、女がこっちを振り返って気づかれてしまって。こっちに近寄ってきたので階段を3段飛ばして全力で逃げた。振り返ったら女が、
履いていた靴かサンダルを脱ぎ捨てて裸足になって追いかけてきた。旅館に着いて部屋に戻って友達と布団をかぶって寝て、朝起きたら旅館の廊下中に泥のついた女の足跡があって震えた。79。うちの集落で語られてる話なんだが、地元の山に神域と呼ばれる代々集落の自治長しか入れない場所があって、選ばれた自治長は死ぬまで絶対その神域に。関する話を家族でさえもしてはいけないらしい一説には、誰か重要な人物を特ってるって噂があるが本当のことは自治長しか知らない。まあその自治長も俺の知ってる限り二人自殺したけど。106。つべこべ言わずに今からさっさと見てこい。128。死にたくないよお前が行けよ。353。うちの集落にも似たような場所がある。祭りの前日の夜中にその年に選ばれた3人が山の中まで神様迎えに行くんだが各家の課長しかその場所を知らないし、他の人に教えてはダメらしい。迎えに行く姿を見るのもダメらしいが、子供の頃こっそり覗き見たのがバレてばあちゃんにめちゃくちゃ怒られた。357。どの辺？神様は何の神様って言っとた？358。成田の方秋頃にある豊作祈願の祭りの神様で、なんていう神様かまではわからない。祭りって言っても十数軒の家だけでやる小さい祭りなんだけどね。わら帰りもその神様をそこまで送り届けるんだけど、それも真夜中に誰もその姿を見たらダメってことになってる。359。なるほど迫力あるね。その集落は今で目農家が多いのかな？360。農家が多いけど、うちは昔武士だったらしくて蔵に鎧とか刀が大量にあったらしい。戦時中ほとんど大国に差し出して、残りは包丁やなたにしちゃったらしいけど、わら。361。360。追加でもうちの集落ほとんど親戚分家ばっかりだからみんなもともと武士だったのかも？366。なるほどその集落は同族団なんだね。まさに草分けの本家なんだね。83。直接の死因は主婦 A。当時43歳。が絞殺、主婦 B。当時32歳。が刺殺。二人のリュックには、それぞれからの弁当箱、取ったわらび、財布が入ったままであった。検視の結果、死亡時刻はどちらも正午過ぎから2時半までと判明。どちらも金を奪われた形跡はなかったが、主婦 A の衣服のポケットから、追われている助けてくださいこの男の人悪い人。と鉛筆で走り書きをした、勤務先のスーパーのレシート。日付は事件当日より2日前、が発見される。だが、どちらの荷物にも衣服のポケットにも、この鉛筆がなかった。後日の捜索で、殺害現場から少し離れたところで芯の先端だけが見つかっているが、鉛筆そのものは見つからなかった。主婦 A は全身30箇所以上も殴打され、肋骨が折れて、肝臓が破裂しており、主婦 B は全身50箇所以上も殴打され、包丁が体に突き刺さったままだった。リンク。107。これ声は一番怖いのは生身の人間だよやっぱり。111。304。この話は不すぎて忘れられない未解決で犯人は生きてるかもしれないんだよな。89。点。そう。滅。は映像化したら絶対気持ち悪い。リンク。101。ここまで喫作落としなし。ここまで喫作落としなし。動画リンク。327。これ誰がこの話を伝えたの？103。動画リンク。これ怖いわ。リンク、167。サイトからそのまま引っ張ってきたんで言葉遣いとか変なのは勘弁ね。奈良県の大峰山地って近畿の屋根って呼ばれてる。それはそれは山奥の天川村とか三北山村の境に陽蛇間トンネルってのがある。一応国道の309号線やねんけど車がすれ違いできない福音の場所も多く国道とか言われてる。有名ちゃうけど一部ではここより怖いトンネルはないんちゃう？都庁一級心霊スポットと呼ぶ人もいる。まあトンネル自体ではなく、上北山村の169号線から、309号線に分岐するあたりからトンネルにかけての話やけど、
このトンネルってか309号線は天川村側のトンネル出口から169号線の近くまで冬季通行止めめ。以前は冬季通行止めめじゃなかった。凍結してスリップして崖から落ちた車が多数。地元の人も避ける道。でも169号線がよく大きな落石で通行止めめになって。迂回路が309号線しかなく夜でも通らざるを得ないことも多い。169号線から309号線に入ってしばらくすると崖の上をくねくね縫うような登り道になる。昼間は絶景だが夜は真っ暗闇で車のライトしか明かりはない。168。ビクビクしながら走ってると遠くだが山を下ってくる車のライトがチラッチラッと見える。一本道だからしばらくするとすれ違うはずだが一向に対向車は来ない。あれ？おっかしいなぁ。と思いながら走っていく。そして急なカーブを曲がって目に飛び込んできたのは、崖から血を流した男性が路肩に這い上がってきた。目が合ってしまった瞬間、うわ、男性の腕を引いてしまった。車を止めて男性がいた場所に駆け寄る。男性がいない。169。引き逃げする気はないが山奥すぎて携帯は圏外。交通量も夜間はゼロに等しい。急いで里まで降りて警察に電話。警察官と一緒にまた現場に戻る。しかし、あれだけ血を流していたにもかかわらず血痕がない。ほんまにここ？まるで狂言扱い。しかし数日後、警察から連絡があった。車が転落してました。ただ、死亡推定時期が半年ほど前なんです。ただ気になるのが、腕の骨が折れてるんですが、亡くなってから折れたようなんですよ。警察がこんなこと言うのおかしいですが見つけてほしくて崖をよじ登ってきたのかも。生きた人間を引いたんじゃなかったらしい。171、山の牧場の真実をそろそろさっさと暴露してほしい。177、リンク。判読不能、これ田舎者の常識。214、山の会は徹底的に無視するなんか知らんが勉強になった気がする。237、なんだろう？トールキーザーが思わず声に出し、テントの中で体を起こした。あれは何だったんだ？キーザーを含む1992年アメリカ、イコール、ロシア大河系2の登頂を目指して、BC、ベースキャンプ、に到着したのはわずか数日前のことだった。まだ夜中であたりは暗く、BC の空気はいつになく静かで、キャンプ地の外れの岩場、押したたり落ちるせせらぎのような音が聞こえるくらいだった。だが、キーザーの聞いた音は何か違っていた、全く違っていた。人の声だった。無線機で呼びかける声だった。キャンプ4からベースキャンプ、聞こえますか？どうぞ。なんだ一体、また聞こえたぞ。アドレナリンが駆け巡って、キーザーはテントから飛び出した。靴下だけの、足に石が冷たかった。あたりを見ると、同じ隊のスコット・フィッシャーも、テントから出て、立ち上がってあたりを見回していた。二人は目を見交わした。二人とも何を耳にしたのか理解していた。続く。239。続き。あや、一体何だったんだ？山の上には、まだ誰もいない、そうだよな？いるわけがない、一人も。フィッシャーが囁くような声で返した。それっきりもう二度と聞こえなかった。だが、その声は一生、キーザーの頭に、残ることになる。キャンプ4からベースキャンプ、聞こえますか？どうぞ。女性の声だった。イギリス人の声だった。キーザーは、その声を今でも耳に、蘇らせることができる。JINFER、JOR 団長、K2 サブイアゲ、スエムミティ、第6章、黒い夏、の終焉より、黒い夏、1986年夏に K2 で起きた大量遭難事件。この年27人のクライマーが K2 に登頂したが、13人が遭難死した。
8月4日以降に7人のクライマーが第4キャンプで嵐が原因となって低体を余儀なくされ、生きて BC へ降りられたのはニナだけだった。その遭難者の中に第4キャンプで死亡したイギリス人女性が一人だけいた。264K2非常の頂きだな。K2サミッターの女性たちの人生を綴ったドキュメント本。当時いた女性の K2サミッター5人の全員が K2下山中か別の山で遭難死していることから著者が取材を始めたらしい。そのイギリス隊の女性も取り上げられてる。オカルト本ではないので山岳本好きな人にはおすすめ。271外国の有名な登山家の話で今までに経験した一番怖かったことってのがあって、それは山で蛇に噛まれたことではない、熊に襲われたことでもない、私がこれまでの長い山生活で一番恐ろしかったこと、それは誰もいない入ってきようのないジャングルの奥深くにあった巨大な岩の上に真っ赤なハイヒールが2つ綺麗に並べられていたことだ。298外人も靴揃えるんだな。外人は土足文化だから靴は板ままだいぶしそう。302土足文化だから靴だけ残してるのが余計に怖かったんじゃね。323まずそんなところにハイヒールで行くのがすごいな。273極限光歴代11時間16分39秒柏原雄二東洋大4年88回2012年区間賞に1時間17分8秒柏原雄二東洋大2年86回2010年区間賞31時間17分18秒柏原雄二東洋大1年85回2009年区間賞41時間17分53秒柏原雄二東洋大3年87回2011年区間賞51時間18分5秒今井正人順天堂4年83回2007年区間賞295これが山の神か化け物怖い280何年か前の NHK でやってたアタックザックの話が怖かった。282ここの人の話だな。ほとんど見られなくなってるけど、裏北アルプスの風、山の領域、リンク先背景注意、リンク292テントびしょ濡れになって次の日は仕方なく山小屋に泊まったんだ。山小屋の横通ってテント場に行く途中に山道への分かれ道があって、夜はそこは小屋の照明が当たっているんだけど、テントに必要なものあって夜にそこを通った時に、分かれ道の石に座って鼻歌歌っているおばさんがいた。普通の登山の格好してるけど、おばさんが照らし出された明かりの先は真っ暗。鼻歌も明るい曲調じゃないし、他に誰もいないところだったし、目を合わせないように足早に後にしたわ。山小屋戻る時にはもういなかった。今でも地味に怖い。333怖いな。296トムラ牛山の遭難事件ってそういえば話題になったな。軽装のじいさんばあさんばっかだったっけ。確か9人も死んだんだな。後で冬山でそんな軽装で行くなんて自殺行為だって専門家がブチギレる番組いっぱいあったな。わら。リンク306トムラ牛で生き残った人の着ていた雨具はモンベル製品だったらしいね。モンベルにはいい宣伝になったな。309並走なんだ。自分アウトドアウェアのこと全然知らなくて、でも兄がモンベル着てたから真似して着出したんだけど、あんまりタウンできないメーカーなの。大学の時着てたらワンゲルブとか聞かれたことあるし。317ファッション性色カッティングなどは高くないから街ではあまり見ないな。ただ道具として機能と価格が釣り合っていて、山では寝袋、テントなどを組みかける。315スポンサーにもなってるからだろうけど、片山右京が富士山で遭難して帰ってきた時も確かモンベル着てたな。440遭難事故の時の右京は、下山の時はモンベルのロゴを見えないように隠して、記者会見の時はモンベルを脱いでユニクロに着替えてたな。
スポンサーに迷惑をかけないプロ魂を見た。わら。300。柳田邦夫の本とか読んでると、発狂した人が山に行って数十年経過して寂しいから山から降りてきて、発見された話とか、狩りに行った人が山男に遭遇したとか書かれてるよね。案外、田舎とかではこういう話は多いみたいだね。311。参加の話とかね、山の民は本当にいるんだろうか。314。参加はロマン。リンク。322。戦後ちょっとくらいまではいたと聞いた。316。登山グループ遭難。救助ヘリ墜落。5名死亡。取材記者遭難。2名死亡。リンク。318。谷川岳中釣り遺体収容。リンク。遺体落下映像あり注意。動画リンク。リンク。319。厳密には山、山岳の話ではないが、エロ本小屋、何が怖いって、エロ本を切って捨てていた種よりも、取材と称して HP 作って晒したやつが怖い。結末を知るとなおさら、エロ本小屋。リンク。354。これ昔読んだな。彼は追い詰められていたな。379。地方の伝説とかローカルネタとかない？昔見たスレで興味を引いたのが、日露戦争の時に北陸方面の部隊を列車で輸送してたら、いわゆる遠野のお化け衆も一緒に大陸に連れてきちゃって、日本人の兵隊と日本のお化け衆が一緒にロシア軍に立ち向かった。笑い。赤い兵隊とか死なない兵隊とか？そんな話ない？384。ロシア兵が日本兵の中には紅白の軍服を着てて鉄砲で何回撃っても倒れない奴がいたって話か。386。多分、それだと思います。385。稲川淳二ビバークの学生。動画リンク。390。稲川淳二鳥取の山小屋動画リンク。392。最近だとクレヨンしんちゃんの作者が山で亡くなったのが衝撃。398。日露だと四国の狸が出征だっけか。太平洋戦争だと、鹿島神社から竹三日月まで出征してしかも重傷を負って帰ってきたなんて話もあるな。米軍強すぎだろ。松谷美代子。現代民はこう、憎わしく書いてあるようだが売ってるの見たことない。401。竹見和地が米軍とガチンコバトルして、重傷を負って帰ってくるとかかっこ悪くて泣けるな、師団壊滅させたとか航空機落としまくったとかないのか。424。夜な夜な不気味な絶叫が聞こえるんで、きっと悪魔の叫びに違いないと夜中にで歩けなくなってた話。相談を受けた役人が一体どんな言葉が聞こえるのか聞いたら、痛いよ、突撃、万歳、しっかりしろ、母さん。っていう日本語だった。戦後数十年も経過してるのに、日本兵の生き残りがいるわけないし、でも、一応付近の山を調べてみたら、誰も近づかない洞窟の中から大量の日本兵の遺骨が見つかった。431。本当にあるよ。和歌山の山ん中、田辺市から熊野の方にずっと、入ったところ、親戚のばあちゃんから聞いた、143の書いたような理由で放置された部落があるって、言ってた。戦後、町に出てきたその部落の人がいたそうだが、寄ってたかって殴り殺され、死体は焼かれたということ。田辺界隈の老人の間ではタブーになってる話だ。今もその部落は残ってるが、やはり自給自足で、銃声帯があるかないからしい。30年くらい前の噂で、電気も何もなく、行くには国道から。和歌山の山深い国道は、舗装も、してないところ多い。獣道には入り1000メートル級の山を越えなくては、いけないということだ。この他にも数箇所あるらしい。知ってる限りでは、福井県敦賀市の山奥にもそれらしい村がある。そこは、ブラクタミ以外はこの奥入りるな、と看板が立っている。入らずに、入り口で車を止めてただけなのに、
奥から現れた千葉知った目の親父数人に追い払われた。433。福井の村は本当、敦賀から高速沿いの旧道を走って、杉津の手前から山の中に入る、ブラクタミ以外は入るな、の看板もある。敦賀界隈の人は、あそこには近づくな、と、子供の頃から教えられて育つ。住民台帳には載っているだろう、結構な数の、家もあるし、でもその部落には名前はない。435、昔話し系だと狐の嫁入り行列を見ると、にわか雨に降られるとかいう地方があったり、行列を最後まで見てると、あっち側に連れて行かれるから、下を向けやら目をつぶれとかいう地方もあるみたいだな。428、八甲田さんってどういう風に怖いの？遭難し、直立したまま仮死状態で発見された後藤坊行き女五丁の像。1902年、明治35年、1月に日本陸軍第8師団の歩兵第5連隊が八甲田山で冬季訓練中に遭難した事件。訓練兵の参加者210名中199名が死亡する、日本の冬季軍訓練における、最も多くの死傷者が発生したことで記憶されている、リンク。429。怖いというか寒さと気力の限界で隊員が狂うところかな超常現象的な怖さはない。430。昔から言われはある山だけど、それより近代でただの踏破訓練で200人も死ぬと会場だろ。八甲田山で凍傷で手足なくなった人たちの記念写真が怖い。リンク。407。捜索隊に加わっていた人から、こんな話を聞いたという。遭難者はメモ帳に、死ぬ寸前まで日記をつけていたらしい。日記の最後の片刃上と寒さのためか、字が乱れていて読めたものではなかった。しかし日記の最後に書かれた二行の文章だけは、はっきりと読むことができた。408。お父さんお母さんもう帰れませんごめんなさい。頼まれたので書きました。まるで子供が書いたような下手な字で、ひらがなだけが使われていた。字は強い筆圧で書かれており、遭難者の書いた字体とは明らかに違っていた。遺族にメモ帳を渡すときには、最後の一行は破り取ったということだ。410。全然意味わからん。どこが怖いか解説頼む。416。大人が書いたはずの遺書なのに子供のような筆跡と、頼まれて書いたって一文しかも本人と自体が全く違うってとこだろ。つうか雪山で死ぬ前に書いたなら思考も鈍化してるし、でも火事感でとても平地のようには文字書けないけどな。417。THX。わかりやすかった。俺って読解力か想像力か思考力に何があるのか。442。おしまい。